三の祭りは、毎年5月31日から6月2日にかけて行われる、富山県富山市三王町にある、ひ枝神社の春季礼大祭で、地元では、三の山、三の山の祭りと呼ばれ、親しまれ、現在は、毎年3日間で、約25万から30万人の人手で賑わう、富山県内最大の祭りである。1690年に、富山藩二代藩主、 前田聖保が、三越二期を寄進したことにより、城下の宇治子町を巡行する習わしとなり、祭礼が始まったとされ、富山城下を挙げての総土産祭りとして栄えにぎわってきた。現在も、縁日の賑わいが最大の特徴で、600から700点の露店、お化け屋敷、瀬戸物や植木の店などが、髭田神社境内を中心として、歩行者天国となる周辺道路、 富山県最大の中心繁華街に並び連日夜遅くまで賑わう。平成の初め頃には1000軒以上、最も多い時には千数百点の露店が現在よりも広範囲に渡り県を連ね、1972年までは境内にて木下サーカスや柴田サーカスなどのいくつかのサーカス団が毎年交代で興行していたほか、現在ではほとんど見られなくなった見せ物小屋なども出ていた。 現在は1974年により特別放納行事として県内外各地の祭りや民族芸能などを招き見物客の目を楽しませている。宵い祭りの5月30日には神事、行事が無事行われるよう祈願し、巫女による浦安の舞の放納、新職のお祓い、境内のお祓いなどが行われる。5月31日と6月1日には新交際が行われ。 役払いを務める姉妹、日枝神社にてご分礼を迎える儀式を行った、御子が、神職と共に、宇治こ町全域を二日間に分けとぎょする。また、宇治こ御子が、宇治こ町を威勢よく、練り回すほか、子供御子が大手町から繁華街を通り神社まで練り、回す。2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。また、祭礼に合わせ、2003年より、 富山市中心繁華街のソークルワグランドプラザ周辺では、富山山王子が開催され、6月1日は午後から午後11時まで繁華街の平和通りの西町交差点から一番町交差点が歩行者天国となり、ライブやイベントの開催、県内の飲食店などが模擬店を出し大変賑わう。また、男裸みこしや女みこしが繁華街を練り回す。 二千二十年四月十五日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、運営委員会は、露店の出店、三越や獅子舞の行列、三郎市などの中止を決定し、新事のみを行った。江戸時代には、引山が9期あったとされ、富山県市資料返金成果には千七百七年十一月二日に、昭和山、紫式部山、老西屋山、鎮鼓山、折姫山、 成平山陽さ山、文道山、梅松山の引きのほか、神輿や保こなどが城下を引きました記録が残されている。また同所には、1780年11月に新たに、引きが制作されたとの覚え書きがある。これらの引きは何度か大化にあっているが、富山城下には売役などの小規模な商売人が多く、船丼屋などのような合商や大棚が少なく、 引山を再興させるのは、なかなか難しかったものと考察されている。日枝神社祭礼が行われる6月1日には、饅、ま、頭を食べ、家内安全や、商売繁盛、五穀豊穣などを願う、昨日饅頭の習慣が残っている。1日の早朝だけ販売されるもので、日枝神社社頭と老舗の和菓子店、竹林堂では、早朝から饅頭を買い求める大勢の人が並ぶ。 以前は男の子たちが街中を回り売り歩いていた。ありがとうございます。